こんな行動してると気づかないうちにメンタルがダメージを受けているかもしれません。一つ目、愚痴ばっかり言っている。愚痴を言うとすっきりしたような感じはあるんですけど、実は全く消化できてなくって、結局自分で自分を傷つける状態と同じなんです。せっかくだったら愚痴を言ってもいいけど、その後の解決策まで一緒に考えていきましょう。二つ目が、スマホをベッドに置いたまま寝ている。スマホがベッドの近くにあると電磁波の影響で脳の脊髄液の流れが滞ってしまいます。そうすると自律神経のバランスが悪くなって、過度に不安を感じてしまったり、思考の整理ができなくなってリセットができない状態になります。三つ目が、ニュースを見すぎる。ネガティブな出来事やショッキングなニュースは記憶に強く残りやすいんですね。気づかないうちにネガティブなことを考えたり動揺してしまったりすることで不安を感じやすくなります。この3つの行動をやめるだけでメンタルのダメージを受けにくくなって、自然と気持ちいい毎日になっていくと思います。やってみてください。では